祭りが近いというのになぜわらわのところへ。総務士は今頃忙しいはずであろう。いえ、怪盗祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と利水定山シン君の姿が見えないようですが。あやつらは、ふん。ん？旅人じゃないか。それに幽変も、珍しい客だ。みんな、元気にしてたか？シン君、ご無沙汰しております。カウンもここにいたのね。まさか、国生さんがいらっしゃるなんて。幽変、どうしてここに。ふむ、そうかしこまるな。わらわに会いに来たのは何か用でもあるのか。もうすぐ仮説を迎えるので七星を代表して挨拶に参りました。ささやかなものでお恥ずかしいのですが、どうぞお受け取りください。リーユへの七星は多忙を極める。そんな中、自らわらわのいる洞府に来るとは、ご苦労であった。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかして。これは、総務士が改良した新しい花火です。シン君はからくり装置がお好きと伺い、一つ持ってきました。どうぞ、お楽しみください。竜宮釈風神君、この仙人は人間に反感は持っていないものの、リーユー人が統治することに対しては疑問を抱いている。人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれるわ。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと。今日の私は頑張って準備してきたんだもの。竜宮釈風神君はからくりが好き。きっと、この贈り物を喜んでもらえるわ。関羽から聞いた話だと、竜宮釈風神君は、食事にとてもうるさいらしいから、下手に不快感を与えないよう、あえてお菓子は持ってこなかった。これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。ふむ。ほほう。ふむ？なるほど、面白い。精巧さの中に工夫が込められておる。見た目も悪くない。この表情、リュウンシン君はこの贈り物を気に入ったようですね。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。そういえば、先ほどカウンが昨月畜養神君と利水定山神君に会いたがっていたな。ただ残念ながら時期が合わなかったようだ。お、いないのか。オイラたちもその仙人たちを訪ねに来たんだけど。あの二人の老いぼれは。昨月畜養神君はいつもリーユエコーのことを気にかけておる。しかし、当時皆でリーユエを七星に任せると決めたのだ。好き勝手に街で人の仕事を監督するなど、不適切であろ。わらわも説得した。もし本当に気になるのなら、人間の姿となって、城内へ見に行けばいいとな。しかし、あの頑固親父、どうしても割り切れぬそうだ。その後、あやつは辺りを散策するといい外へ出かけ、未だに帰ってきておらぬ。利水定山神君の方は、そんなことなかったのだが、山門の守衛のために、何か真新しいものがないか探しに行くと言っておった。そういうわけで、
あやつも外出しており、未だに知らせ一つよこさない。いや、待てよ。よもやあの二人、それらを言い訳に遊びに行ったのではないか？ん？こんなに賑やかだとは。その声、神格？神格か？ん？あれ、神格も竜雲釈風神君を訪ねに来たのか？神格、もしかして竜雲神君が以前おっしゃっていた方ですか？皆もいたのか。神格、こやつは関羽だ。聞いたことがあるだろう。こんにちは、関羽と申します。今は玉境内に勤めております。近頃神格さんがリーウェ港へと移り住んだとお聞きしました。何か困ったことがあればいつでも私のところにいらしてください。承知した、感謝する。口にできるものを城内から持ってきた。聞けばリーユエ人は怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。だから我もここまで来た。そんな、私はあえてお菓子を持ってこなかったのに。大丈夫かしら。ほう、あの二人の分も用意したのか。ああ。まさか城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ、神格。はっ。お？皆の者、今後ともリーウェ港に残る者として互いに助け合うといい。わかったな。ああ、わかりました。ここは私が想像してた以上に賑やかなところね。高魔大聖を探しておるのか。最近は見かけぬな。そっか、多分絶雲の間にはいないだろうな。やっぱりいつものように防除旅館へ行ってショーを探そうぜ。